はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、ビーステッドサンダードラゴンデッキ作ってきたので、使っていこうというふうに思っております。このデッキやっぱね相性いいよね、当たり前だけど、光と闇を除外して出てこれる、ベイステッドというモンスターが、まあ、マスターデュエルに追加されたわけなんですけれども、このモンスターたちは、まあ、除外して効果が発動できるようなモンスターと組み合わせるのが一番強いじゃないですか、自分で使う場合は。まあ、それはもうサンダードラゴンだよねっていう、まあ、そういう感じです今回のデッキはね。でデッキは、サンダードラゴンを墓地に送らなきゃいけないんですよね。墓地に送ってからベイステッドに除外するっていうコンボなので、なので墓地に送る手段が必要で、まあ、墓地に送る手段を何にするかっていう話なんですけども、まあ、今回は楽園融合にしました。はい、まあ、一番強いと思うんですよね楽園融合が結局で、ビーステッドプラス楽園融合から、サンダードラゴンの展開と、ビナージェイドまで繋がるんで、まあ、それはさすがに強いかなと、思っておりまして、動かし方は基本的にはなんか墓地にサンダードラゴンを落としてビーステッドで除外して動いていくみたいなイメージです。で楽園融合以外にも例えば太陽電池面とかああいうモンスターとも相性はいいですね。ちょっと召喚剣今回アルベルに使いたいんで今回入ってないんですけど、ああいうのも相性がいいです。あと闇属性めちゃくちゃ多いんで、まあ、闇の誘惑とかも普通に詰めますし、闇の誘惑にねうらら打ってくれたら楽園融合にうらら打たれないから通ったりとかね、そういうシナジーもあるんで、ここは、まあ、うらら打たせる枠みたいな感じで、採用してますね。はい、で、ベースセットは、一応こんな感じの採用マンスになってまして、まあ、ちょっともうちょっと本当は入れたいんですけど、ちょっと枠がね、結構パンパンになっちゃってて、なんか入れにくいというのがあるんですけども、まあ、必要最低限度の枚数は入ってます。まあ、一応、増地うららしかないように見えるんですけど、この辺が誘発でちゃんと機能してくれれば、もうちょっと誘発、あるようなイメージなのでね、まあ、そこそこやれるかなと思ってます。はい、早速ね、このデッキのパワーをお見せしていきましょう。デュエルスタンバイ。ビーステッド2種揃い踏みか。これは動けねえな。いやーこういうハンドくるんだよね。こうなっちゃうんだよね。あうらら。あそう。いや別でそこにうららなんだ。タイミング謎のところでうらら来たの。いや楽園融合か。普通に持ってるかもしんないよねこれ。謎のタイミングでのウララ来た。まあちょっとまあどっちにしても動けないんだよね。どこにウララ当てられたところでこのハンドだと。ちょっとサンダードラゴンの効果を起動していきたいんで、ちょっとビーステッドは一回待ちましょう。あレイのハートか。オッケー。まあでもじゃあこのビーステッド2種強いんじゃね。さすがに。いやこのビーステッド2種めちゃめちゃ強い説あるよ。はいはいはい、シェーレーンね。一旦ちょっとサロニールからいきますか。サロニールの方が墓地を送られた時に強いので、まあルベリオンを送るからってことなんだけど、ティアラ今 B ステッドめっちゃ多いから辛そう。結構飛んできますけどね B ステッドね。今 B ステッドあんま効かない駅とかの方が良さそうだけどな。どうなんだろうね。まあちょっと結構ティアラメンズには割と勝ってる気がするわ。エンドフェーズよ。こんな感じだからさ、こんな感じで終わんだよな。ちょっとサンダードラゴンの効果は起動していきてえよな。いやまあ次のターンでいいか。いや打っとくか。これ打っとこう。打っとこう。ちょっとサンダードラゴン除外するわ。これそっちの B セットやめろ。オッケーオッケーオッケー。でドルイドブルームで、まあでもそっちのさあれか、B セットでも別にサンダードラゴンの効果発動が強いからで、サリーガイも、あれですね、墓穴あるんで多分大丈夫ですね、これ。穴あるんで、穴残しといたんで、ケツ穴確定してるんで大丈夫。で、雷鳥竜効果、除外ゾーンからサンダードラゴンを戻してくるという効果、で、増殖させてはならないので、一応幼女でパクパクって食べていく。幼女の大好物はゴキブリです。はい。オッケー。で除外ゾーンからサンダードラゴンが特殊召喚される。これ相手エンドフェーズで打っといてよかったっすね。これまた次このターンこれ効果使えるから。で超雷竜出すでしょ。かっけー。相手に出されるとこの召喚ムービーマジうるさいけどね。マジうるさいけど、まあ、ちょっと雷獣竜ですねこれは。
ライジュールで取り回収しとくか。一応取り回収して、で次のターンに出せるようにしといて、 OK で、これでバトルフェーズかな。ワンキルは取れなそうだもんな。ランク6とか入れといたらいいかもしんねえけどな。ちょ、楽園融合入ってるんで、ちょ、あんまランクすることなくて、ちょっとエクシス入れてないんですけど、まあ一応こういう時はあのエクシスあった方がいいなと思うね。うん、ただやっぱ楽園融合がめっちゃ強いからさ、楽園融合は俺あった方がいいと思ってるんですよね。さすがに、さすがにね。まあ、こういうこともできるし、ベルティングアナコンダを特殊召喚で、サロニールの効果を発動。サロニーの効果によってリーステッド、いやこれ楽園、まあでもさすがにルビリオンか、ルビリオンだろ、お墓地を送っていく。そしてベルティアナコンダの効果発動、楽園融合を墓地のクリ融合カード、うとハウフニス、お前の増地は通さないけど俺の増地は通すぞ。あー強いんだけど強いんだけど、いやでも墓穴あるからなんとかあんじゃねえ。はい、人から出させるわけいかないから、ちょっと待って、2枚ぐらい落ちるのマジでやめて。ハウフニスの効果はいいから、はい。で落ちたのはスクリーム回れスクリーム、あ弱えな、弱えわ弱えな、運命力足んなくないか、相手運命力足んなくて草なんだが、日頃から神社かなんか通ってお参りした方がいいんじゃない。あまりにもカード落ちてなさすぎる気がするけど。さあお相手し、非常に厳しい戦いを強いられているんじゃないでしょうか。あ、ちなみにスクリームでね、あのサーチも入りませんからね、超雷竜がいるからね。はい、だからまあ基本的にはまあモンスター落とすしか今なかったんだけど、はい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 、あデクレアラーディバイナーか、ディバイナーか、エルフに墓穴当てられるか大丈夫ね、これエフェクトベラで、君の効果無効で、ね、多分これエルフするしかなくて、でエルフで多分2個蘇生して、でギガンティック出してアーゼウスみたいな動きするぐらいでしょう、やるとしたらね。さあどうする、はい、いいよ、あーダルクか、なるほど、あめんどくさいダルクはめんどくさい、やばい、ちょ何パクられんの、でも何パクられてもそんな変わんねえか、言うてそんなに、えこれ何パクられても俺アドにしかならないけど大丈夫、俺結構アドなんだけど何をパクられても結構アド。ドルイドブルーム、え、これってさ、え、これ墓地行く場合ってさ、これ俺が墓地送られんの、これモンスター、これドルイドブルムってさ、相手のパクったドルイドブルムリングサインした場合、これえちょっと待って、え、これ俺が効果発動いきますよね、違います、これ相手に発動されるんですか、だとしたら強すぎるんだけど俺じゃんいや相手ドルイドブルームパクタフレミだな、これさようならザコティアラメンツとかいうデッキクソザコじゃんクソザコで腐らんだけど、ドルイドブルームは皆さんパクらないようにしましょうこういうこと起きるんですね。ドルイドブルームはパクらないようにだけ気をつけましょうとだけ言っとくわ。はいはい、で融合あれああなるんだな。でも今何パクっても結構きつかったと思うよ。だって闇属性俺全部アドバンテージ稼ぐからね、雷獣竜も雷電竜も、まあ、唯一サロニールくらいですか、サロニールが一応墓地送るだけなんで。対戦ありがとうございました。まあ、ちょっとドルイドブルームの剣は勉強になったわ。あー
まあ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 、まあ、悪くはないですねこれ。非常に悪くはないハンド。高校用としては先行だとちょっとあれだけど、レイのね、はい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 、オッケーです。レイのうらら投げる説あるけどね、これ高校レイのから入った場合結構うららきついんじゃねえかな。スクリーンもないんでしょう。いやこれ結構きつそうだけどね。これどう、単体しかないとかいう奇跡が起きてほしいんだけど、ああ無理だ、あそういうことやるな、やるやん、なかなかやるね。なるほどね、そうなってくると、あでもゾージーは通るか。じゃあこれでまあうらら無効になったから、多分相手うらら持っててもゾージーに打てないし、墓穴2枚持ってるわけないから、あ持ってたらもう終わりだけど。でいやこれどこに打つか説あるな。でもねさすがにねキトカロスに打った方がドローマイス多いから多分強いと思うんだけどね。いやでもここあったのかな。いや難しいっすわこれ、どこで打つか問題。結局キトカロスでサリークさせちゃってエンドになっちゃうか ら、 だからそれはそれきついんだよな。普通にサリークキトカロスの構え越えづらくてかなりね、それがめんどくさいなというところはあるんだけど、まあ、キトカロス効果でここに多分チェーンシュートがいいよね、まあ、一応ちょっと一回チェーン確認するか。優先権が、あ映んねえわ、じゃあどうしよう、なんもねえわ相手、なんもない。で一応ゾージ投げるで通る、またこれ多分まあ2枚ぐらいはドローできるっしょ。はい、でサーチ入れて圧縮した後に、いやこれでビーステッドとかなんか引いてくれるとめちゃくちゃ強い説あるよね。ここで一旦 B セット引こうか。 B セット神神神ゲー、このゲームマジ神ゲーだわ。 B ステットマジぜ、ケルベック落ちちゃった、やっば。メイリュー効果ケルベック、いや暴発されるか、暴発きちいな。キトカロス、いや10枚ぐらいポチ落とされっけどやば、まあ、ちょっと一旦ちょっと融合を阻止しましょうか一回ね。どうせルルカロス出てくるとビーステッド止められちゃって出せなくなっちゃうんで、まあ、ここで出しておきましょうといったところだったら10枚ポチ落とされるからな。チェイネ、うわさらに落としてくれ、ガチでやばいことしてる今。あーやばい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 、やばすぎ。あ、起源型入ってんのか。起源型ティアラね。楽園起源ティアラみたいな感じなの。はい。で、シェイレーン。で、レイのハート。いや、強ないっすかね。このデッキおかしくないっすかね。ビーステッドでは止まらないというね。ビーステッドでは止まらない説。ああ、まあ、ドローできるからまだいいか。増字貫通して動いてくるさいだな、これな。多分。で多分出てくるとしたら、まあ、ルルカロス、カレイドハートサリークとかも普通にきついんだけど、まあいいや。とりあえず見守るわ。で、ルルカロス。ルルカロス出てきちゃったか。ルルマジめんどくさいな。ルルマジでめんどくさい。エンド、あれ後ろないの、サリークとかないんだ。いや、後ろないんだ、いけんじゃないこれ。後ろなしか。おし、叫んだお前、やる気出しすぎなんだよお前お前やる気満々かバカタレが、まあ、やる気に満ちあふれてるのはいいことなんですけど、さすがに3枚はきすぎなんですよね3枚はさすがにきすぎだろ。ちょっと一回罠置きに行くか、なんか使ってくんねえかな、なんか使わせたいよね、ルルカロスを。ちょっと楽融合を通したいんですけど、ドルイドブルーム、ブルーム、いやちょっと一回使わせて、いやでもあれ水属性か、あれルカロスドルイドブルームで除外できないな、どうしよっかなこれ難しいな、これちょっとどうしよう、獣でも破壊しとくか、一応もう戻ってこれないようにして、で破壊して戻ってきてですもんね、そうですよね、これ。いやーこれは鬱陶しいぞ。うわそれあんのか、うわきっしょ、
きっしょきっしょきっしょ。ドレイドはドレイドどうすか、ライデンですかね。ドレイドどうすか、ドレイドドレイド止めます、止めない、なるほど、ドレイドは止めない。じゃあライデン効果、ドレイド止めないんだ。なんかさ、これドレイド止めてさ、メイリュウとか墓地送ったら融合できますよね、もう一回ねっていう動きしたら強そうな気するけど。え、これなんかいけるんじゃねこれ。じゃあ、いや伊達で抜けるけど、これなんか知んねえけど、 あいつルルカロスの効果沈黙してるぞ沈黙のルルカロス。はい、で残に出てきた。はい、でバトルしてオッケー、無償でルルカロス突破させてもらったわ。マジ神やったぜ、やった。じゃあ楽園融合で卑怯だろレベリオンだな。アルバスと、まあ、エフェクトエラーか、もう使わないもんねこれ。いや今絶対止め、どっかで止めてさ、メイル送るべきでしょ。あれルルカロスってなんかあれですね、ディアラメンツモンスターとかだったら何でも送れますよね確か。もうなんかわかんないけど、相手相当頑張ってくれたからこれいけそう。とりあえずデッキに戻し、あ、除外しまして、でルベリオン特殊召喚して、でルベリオン効果発動で、全然いらねえルベリオンを捨てて、ルベリオンでルベリオンを捨てるスタイルね。で雷獣竜効果発動して、デッキから特殊でルベリオンで超雷とアルバス、はい、で融合ミラジェイダー、ゲーで1体で融合召喚超雷竜、はい熱いよ盤面、なんかわかんないけどめちゃめちゃ強いよ盤面。まあ今日とかこんぐらいで勘弁しといてやるか。レイドハートは別に残しておいてもいいもん。で起源効果、はいはい、どうぞ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 。これまくれないっしょさすがに将来。まあ、でもハンド6番のキメイな。まあ一応妨害するとしてはあんまないか。でも実はミラージェイドで1枚除外、あーでアルベル召喚は意味がない。あれ、ランク4してるのかな。超雷竜の効果で何もサーチができない、ターン終了、ガバすぎないいや今絶対超雷竜の効果忘れてたでしょ絶対超雷竜の効果忘れてたじゃん何一つ起きてないけど大丈夫、そのくせ何超雷の効果って意外と忘れますよね。俺もやったことあります。だから召喚して、あれなんで3次元だ、あ、超雷竜ってなったことは結構ありますはい、最強ですね。うい、対戦 ありがとうございました。超雷竜の効果が皆さん忘れないように、はい、しっかりとメモっておきましょう。このフィールドマジかっけえなー、このサイバースのやつめっちゃ気に入ったわ。いや、コナミ氏ね、なんかこうフィールドとか作るセンスめちゃくちゃ高いっすよね。めちゃくちゃいいっす。この新規フィールド、サイバースの。この間のブラマジ、一周年記念か、のフィールドもめっちゃかっこよかったけど、これめっちゃかっこいいっすね。個人的にあと何が欲しいかな、なんか、竜の警告フィールドみたいなやつ欲しいね。ドラゴン族がめっちゃ好きなんで、なんか竜の警告フィールドみたいなやつ欲しいですね。はい、リボルブートセクターフィールドでもいいですなんかリボルブートセクターフィールドかっこよさそうじゃない。レッドガジェットイエローガジェットムーブはこれやばくない。カル化粧ガジェットはかなり宇宙が巻き起こると言われていますよ。ギアギアンドクロス、いやでも大丈夫だ、デビルフラゲはもういない、
デビルラギはもういないから大丈夫。しかも持続性モンスターしか効果を発動できない。何持ってるんだこれ。あ、ガジェットゲーマーだと。なるほど。あー、やばいね。あれ、なんかやばそうな気が。あ、これ何落とされる。やばいね。あれやばいんじゃない。これもしかして墓地にテレフォンいるやつですか。あー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 やばいんじゃないですか。何を想定するんだ。あー、やばい。世界が終わった可能性がある。ゲーム終了のお知らせ。激ヤバムーブしてんじゃねえかよ。ディプロドクス、何、あ、それ属性変えんのもしかして。きっしょー。お前、それであれか、ハイパーライブラリアのドロー効果を地属性に変更することによって使っていくことでも言うのか。待って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 、やばいこと起きてる。やばい、マジでやばいこと起きてる。バカみてえに、バカみてえなこと起きてる。やばいかもしれん。使うとこマジでなさそうだな。使うとこマジでなさそうだな。ワルドレイクで一回ユーサーの効果使わせたいんだけど。テレフォン、テレフォン、テレフォンムーブは止められないですよ。テレフォン君ちょっと属性さ、今からさ闇かなんかにならないですかね。このゲームって何が面白いの？